集中力を高めるアイテム。フィリップ・スタイン。フィリップ・スタイン。はい。はい、ということでね、最終話来ましたよ。フィリップ・スタインをつければ俺に勝てると豪語していたピンクも、まあ一打ビハインドですね。いや、昨日も夜つけてから、あ、集中できた、こちとら。あ、そう、うん、うん、集中力増して、うん、睡眠効果得られて、うん、頑張れ、うん、よろしく。絶対負けない。こんなふざけたやつに絶対負けない。ふざけたないよ。7ホール目パー5。伝わるかな、ま、めっちゃいい景色だよ。きっかけは希望なんで。きっかけは、はいはい、フジテレビ。こっち見ないで。うわ、ちょっと引っ掛けたけど大丈夫だよね、これはね、さすがにね。いいね、フェアウェイです。あ、なるほど、2打目で池越えはできるんだね。なるほど、わかりました。さあ、1打さ、突然、突如ピンクボールに変えて。はい、もう気合が違うんで。本気か。うん、しかもそれ本間じゃね。イエス。すごい天ぷらじゃん。すごい天ぷらだよ。飛距離俺と同じやん。すごい天ぷらだよ。まあ、ピンの問題だね。あれ、どこだ、どこ行っちゃった。あ、これか。100ヤードぐらい、はいはい、100ヤードぐらいしか飛んでないですね、本当にね。見て、めっちゃ T がしまくってる。すごいじゃん、打ち込みまくってるもんだって。さあ、ピンク2打目です。 T ショット100ヤードしか飛ばなかったからね。よいしょ。あ、ナイス。こう。よいしょ。はい、ということで、2打目は。池越え？いや、池越えできないから、9番で刻みます。130、40ぐらい飛ばれ、飛べば。はい。あ、やべ。あ、やべ。あ、おー、ごめんなさい、攻めます、ピンク攻めます。165。じゃあバッチリ当たったらちょうどいいぐらいだね、多分ね。あ、引っかかったけど、まあ超えるでしょう。あ、マンカー、マンカーでも超えたわ。ああ、これか。距離のあるバンカーは大丈夫。うん、よいしょ、しっかり当たったね。よかった。ちょっと左足下がりだから難しいかなと思ったけど、うん、嫌いだったけど、うん、うん、フィリップってるから、フィリップってるから、フィリップってるから、もう噛みまくってる。しかも何言ってるか分かってない。さあ、2打目が痛恨の池だったので、2打目、はい、127、いい、はい、引っ掛けない、引っ掛けない、あ、やっべ、危ねえ、すっげえ危ねえ。でもね、そっち側向いてた。向いてた、うん、だよね、最初もっと右向いてなかった、もっと右向いてた、だよね、ちょっとね、だよね、うん、だよね、だよね、弾けないんだよね。世代がバレるよ。ピンクが3打目 ?4 打目 ?4 打目 5、6、 はい、はい、飛び抜く、うん、4打目か。おー、うまい、ナイス。おー、いいんじゃない、ナイス、これはうまいよ。止まった。さあ、グリーン5打目、すごい、球埋まってた。
とどめ、上りフック、どうしよう。おお。すげえ右出る。あれ？マーク。なんで左行ったの？マーク。マークです。絶対スライスだと思った。ナイスダボ。あぶねえ。あぶねえぜ。ゴロねえぜ。しかと今のはつまんなかったから、それともフィリップの効果？つまんないから。そっか、ごめんね。雨が降りた。せ、ん？ダボ。ダボ。ダボダボ。だね。We are the 桃色クローバー。165のフォロー。はい。6番。あと2ホールでね。いや。決まるね。仮にね、9ホールだろうと、ピンクに負けるわけにはいかないんですよ。こっちは。私後半型なんだよ。後半あと2ホールしかないよ。あ、後半やるべきだよ。そういうこと？どこまで9ホール対決なの？後半もクソもねえ。6番。あー、やばいやばいやばい。巻いた。巻き巻き巻き。まあ、いいとこ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 。いいとこ、いいとこ。はい、次。134。7番。7番。超えるかバンカー。ナイス。まあいいでしょ。うん、ちょっと足らなかった感じか。うん、うん、まあナイス。寄せて入れる。ここにで、ここに上りフックかな。どうすか。え、上りフック、上りフック。わ、うまい。それはうまい。止まる。いや、うまいでしょ、今の。え、あれ何もあって、いや、パターン見るよ。だれ出てんじゃん。やられた。集中しすぎなんじゃない。あ、意外と距離ありますね。あ、残念ながら。さあ、こういう寄せ大好きなんだよね、俺ね。はい。ヒカキン、え、いきます。はい、58度。あれ、いや、打ちつけてきたら、キモ。打ちつけて、もうってそんなに感動しねえだろ。キモ。あ、キモ。うん、いい、なんで、うまい、ありがとう。いやいや、打ちつけてくれたからキモ。なんでよ、結構キモ。なんでよ、びっくり。いや、キモいはひどいよ。キモいはひどい。さあ、大事だよ、そのパーパット、ピンクさん。なんか押し出すね。うわあ、惜しい。オッケー、惜しかったね。どんばい。全然プロっぽくないよ。ふざけんなよ。やべえな。ふざけんなよ。やっちゃうかんね。まあ、でも個人としてはボギーペースなんで。ええ。うわぁ、切れる。おぉ、マーク。結構切れるね、今の。左カップ打ち。
はい、ナイス。ボギ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 だよね。同点今はね。ということで、え、同点、いやいや、俺が1高ってますよ、まだ。残念ながら、残念ながら。運命の1打ですね。はい、1打のミスが全ての。まあ1打最初、え、1打勝ってますから。はい、気持ちよく。お、あ、やった、やって、まあ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 、左ラフで、左ラフでございます。はい、大事なティーショット、一打差だぞ。無反応、無反応、もう慣れたよ、この無反応。ちょい右、この、うん、まあけど大丈夫だ、大丈夫そう、うん、しゃしゃやった。ピンまで180から190ぐらいあるんですけど、どっちにしろ届かないんで6番で。はい、もう手前でいいです。丸い気味、短く持って、どうすん、うわー、やって、バンカーって、うわー、バンカーです、やべー、最後の最後で自己理想。バンカーじゃない。バンカーじゃない。手前。うん。手前。ギリギリ。Thank you。パスカリーノ。パスカリーノ。いや、違うの。あれはあそこに私が行ったら足で入れるから。なんで？ピンクが。103。103。103ぐらい。9番。9。2打目。おお、手前だね。まあ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 いいんじゃない。ナイス。ちょっと手前。はい。先生、これは。マヌガレバンカー。マヌガレバンカーの方が良かったんじゃねえかぐらいだね。砲台、そして奥がない。こちらですよ。あ。弱っ。抜けぽよ、抜けぽよ、19、3打目、はい、俺も、俺兄さん、4打目だ、やばやばい、やばい、やべ、うめえ、ナイス、ちょっと切ったけどナイスでしょう、ナイス。3打目だよね、はい、俺が次4打目、やば、ぽよ、4打目、あ、3、4打目、4打目ぽよ、寄せたいな、これは、あ、やべ、つえ、あお、うぅ、あ、レルのめ、逆目でさ、チャンスだった、ちょっと強めにパンチ気味にプッて言ったら、プッてやっちゃった、プッてなったらポッてなってポヨッてなっちゃった。なんでなぜ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 で、ほんとなぜなぜ、やべ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 、上りすら、結構すら、うん、結構すら、オッケー、入るでしょ。あ、オッケーだっつね。うわ、マジか。やばいよ、集中。ダボだから。負けだ。これ決められたら負け。うわ。ボギーで同点か。うん、やべえ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 。いいでしょ。
狙いすぎた。ボギー、はい、ボギー出たね、同点、はい、まあけど、やるじゃん。まあまあまあやるよ。オラにはついてるから、神がえすごいじゃん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ9ホール対決ということで、とりあえず2人とも熱中症になりまして、ちょっと頭痛いです。頭痛いね。めっちゃ飲んでたけどね、うん、弱めによ。同点、勝敗つかず、やるやん。でダブ取ってないね。ダブ取、確かにダブ取ってないか。あ、最後ダブか。最後ダブ、いや最後ボギー。あ、ボギーか。ずっとボギーペースな気がする。でもいつもの私からしたらまあまあ、うん、いいんじゃないですか、まあ、集中、この暑さで集中力が切れてなかったね。まあ大体仕方だったしね、俺が喋ってることに対して。ピリプってたから、うん、マジでピリプってた。だけど少なからずこの暑さで結構集中力を保つって結構大変だけど、うん、どっかで切れたりするじゃんね、暑っとかっつってね。けどそれが切れなかったっていうのはそのフィリップの効果のおかげなんですかね。出てるじゃない、うん、まあ昨日からやってるからね、うん、ああ寝る前整えてるからね。寝る前やるとやっぱなんか変わる。なんだろうな、安眠できるみたいな感じ。私ってゴルフの前日とかもうワクワクして寝れないの。昨日ああ分かる。俺も俺起きれるかなで寝れない。そっちかよ。ワクワクもあるけど起きれるかなで結構寝れなかったりするんだけど。そう、でもそれも集中力を高めてくれるのって。おお、なるほどね。まあ私はぐっすり寝たけどね。なんかヤス君のね動画見たんだけどね、ヤス君もねめっちゃいいよっつってた、うん、あの個人的に聞いてね。ということで、まあちょっとガチ対決勝敗つかなかったですけども、まあ良かったじゃないですか、9ホール。そうですね、うん、やっぱ日々レッスンして頑張ってるので、はい、文句ある？いや、ないですね。また次は18ホールでね、やれれば。そうだね、ちょっと暑すぎてね、18ホール対決するのは、ここ夏はきついね。でもめっちゃいいゴルフ場だったね、綺麗だしね、めっちゃ綺麗。ということでね、ここからね、僕は実はフォーサブ対決もありますし、あらららら、ね、ちょっと、まあけど今日のゴルフはそんなに悪くないと思うんだよね、この暑い中でも。まあいいんじゃない、うん、まあまあいい感じでできた気がするね、できますね。ということで、うん、はい、以上9ホール対決でした。ナイスフィリップ、ね。